ヴィンセント・チン・ヴィンセント・チンは、アメリカ合衆国の中国系アメリカ人技術者。日米貿易摩擦が激化した1982年に3人の白人に日本人と間違えられて撲殺されたことで知られ、加害者は、懲役の執行猶予で服役することはなかった系の、軽さと人種差別による殺人が大きな社会問題となって、アジア系アメリカ人が権利を主張する契機となった。 1955年5月18日、中華人民共和国関東省で、チンは生まれ、1960年代にアメリカ合衆国に渡ってミシガン州で育ち、1970年代から高校卒業後に専門学校で技術を学んで自動車会社で製図工として働き始めた。1980年代初頭のアメリカ合衆国では、 三大自動車メーカーの経営不振が深刻になる。一方、安価でコンパクトな日本車が流入して貿易摩擦及びパンバッシングが生じていた。特に自動車及び関連工場が集中するデトロイトでは問題は深刻化し、工場労働者の解雇が行われる中、日本車ひいては日本人に対して不穏な空気が広がっていた背景がある。こうした中、 1982年6月19日にクライスラーの自動車工場を解雇された労働者がたまたま中国系住民と口論となった。この中国系住民は日本人と勘違いされ野球のバットで殴られた結果脳死に陥って4日後に死亡するに至った。この被害者がヴィンセントチンである。27日にチンは結婚を予定していた。 チンはデトロイトの墓地に埋葬され、1987年9月に母親のリリーチンは故郷の広州に帰国し、2001年に医療を受けるために再びアメリカに戻って2002年にチンの名前を付けた奨学金を設立して亡くなった。ありがとうございます。